ではよろしくお願いします。よし。大丈夫です。はい。いやこれ視界は結構広いような気しますけど、やっぱり前に、結構視覚も多いんですよね。やっぱりいやそうですね。はい、だから見えるようでやっぱり見えてないですよね。いやこれは大変だ。はい、お願いします。何の衝撃もなく今刺さりました。おお、そしてもう一気に持ってくバックですもんねこれね。サイドミラー123、これは車と一緒か。おお、そしてコンテナがグイーンと上がる。おお、そしてコンテナがグイーンと上がる。さすが一発だ。何の衝撃もない。すごい。さすが一発だ。何の衝撃もない。すごい。積むのにも確認することがいっぱいありますね。そうですね。バックもしないといけないし、いやすごいです。びっくりするほどこの爪を刺すとき、コンテナに乗せるとき、衝撃がありません。目がいくつあっても足りないな。2つ目、横のコンテナと当たっちゃいけません。コンテナに今爪これから刺しますけど、目安としては黒沢さんはどこでいつも見てるんですか？視点の先というか。コンテナの扉の真ん中のつなぎがあるじゃないですか。はい、あります。あそこがちょうどセンターなんで、あれに向かっていく感じでとりあえずは。なるほど。当たらないんですよ。それは当然なんでしょうけど。もうほぼ一発で積みますね、これは。そうですね。逆に一発で積まないと恥ずかしい的な。そうですね。30年も乗ってるんで。そうですね。これやっぱりバックする時っていうのはいつも難しいですか？というかちゃんと安全管理。そうですね。一応確認はして。はい。あと乗り心地悪いのはやっぱりこのショックアウトソーナーっていうのが全くできないんで。タイヤの空気圧だけでがクッションになってるんで。あ、そうか。あとシートですね、シートにも一応クッションがついてるんですけど、はい、だから直に来ますよね、振動は。そうですね。乗せるときはどこを見てるんですか、一番は。まずアンカーってありますよ、はい、コンテナの出っ張ったの、はい、あとこっち貨車のカプラ乗せるとこ、はい、あそこをまず合わせていって、はい、それから手前とまた隣とのコンテナの間隔ですよね、安全を確認して、まあ、そういう感じでいきますね。名人ですよ、超人の仕事。フォークリフト自体はガラス大きく取られてて視界は開けてるかなって思ったんですけど、やっぱりこの2本の棒っていうんですかね、ここがあるから四角だらけだし、バックもするからもう前後だけじゃなくて左右にも目がないといけないし、大変だなって思いました。その中で滑らかな仕事とスムーズな動作、すごい。やっぱこのフォークリフトを運転する人なしに貨物って語れないなって思います。びっくりしますよ、この衝撃のなさ。本当にちゃんと撮れてる？これ大丈夫？めちゃくちゃ貴重だよ、この映像。